ブレイキングダウンエイリアンニキがおでんツンツン男に勝利、アウサイクロイシタカヒロに挑戦状。前回のオーディションで朝倉ミクルに、超迷惑やろう、と怒られるほどの迷惑系挑発の数々を引き起こしたおでんツンツン男と、宇宙人のつぐるみ姿でスパーリングに挑み勝利するなど注目を集めたエイリアンニキが激突。おでんツンツン男こと、試合はなんとエイリアンニキが宇宙人のつぐるみ姿でリングインするも、 おでんつんつん男が激怒し、脱ぐことに。開始すぐ、おでんつんつん男が強い圧力で押していくが、顎を上げながらパンチを放つため、エイリアンニキのパンチが次々とクリーンヒット。手数では上回るおでんつんつん男だが、空振りやクリーンヒットせず。判定に大礼でエイリアンニキが勝利。エイリアンニキは勝利者コメントで、 観客席に座るアウトサイダーのレジェンド黒石隆弘に対戦要求をした。